皆さん、こんにちは。前の衆議院議員の少し高橋でございます。今回、日本中が注目する中で、この奄美を舞台にする、あるいは鹿児島陸を舞台にする、たった一つの国政選挙が開かれています。私は現役の3年3ヶ月の国会議員の時代、誰よりも何よりも優先として一番を引き出し、理想の計画について考えながら訴えながら、さまざまなことに取り組んでまいりました。実はこの選挙に先立って世論と、あるいは沖縄局と沖縄局自慢ずっと回ってきましたけども、ありがたいことに代表からお話をしておくと、佐藤君の畑の中からずっとかけてくる人がいる。僕も嬉しくて駆け寄ろうとすると向こうから何か叫んでいる。よく耳を澄まして聞いていると、うちのさんありがとう、島のガソリン安くしてくれて本当にありがとう、そうやって駆け寄ってくれる方がおられました。僕はそのことを聞いただけで、あの3年3ヶ月現役として国会で活動してよかったな、そう思いました。あるいは沖縄の時まではある奥様が、内子さんありがとう、実はこの春に失業しました、仕事を辞めることになりました、今までであればなぜまで行って失業の手続きをしなければならなかった、そう思っていたらなぜまで行かなくていいですよ、沖縄局で手続きできますよ、そう言われて初めてそのことを知った。今まで何十年もなぜまで行かなければならなかったのに、どうして行かなくて済むんですか。いや、内越さんが何十年来のその課題を解決してくれたんですよと、そう聞きましたと、内越さんありがとう、そんな風に言っていただける奥さんもおられました。本当にありがたいと思います。皆さん、戦後60年今まで私が何十回何百回奄美に来たか分かりませんが、その間に島の方々が一番最初に口にすることは、島のものは物価が高い、何もかも高い、そのことをおっしゃる人たちが大部分です。一つでも何か下げてくれないか、どうだろう、その願いは中で行き渡る島民の願いでした。私は初当選をして一番最初にがむしゃらに取り組んだことはその一点です。皆さん、当選して2年目の予算、初めて全国の離島のガソリンが下がることになりました。数十年来どの全国の島が望んでも望んでもできなかったことが、たった2年で実現をしたわけであります。本当に熱意を持って本気になって取り組めば、どんなことでも少しずつは種のものだというふうに思います。今全国300余りの島、今でもガソリンの値下げが続いています。実際に値下げをしているのはそのうちの半分の島、残りの半分の島にはガソリンスタンドはありません。この奄美大島では今10円値下がりをしている。もっと大変な加計呂麻島に行きますと25円値下がりをしている。もっと大変な小宝島に行きますと35円値下がりをしている。それでも本土よりも高い、わずかな収入の中で高い高いガソリンを使って生活をしている、その島の人たちの思いが痛いほ
ちこち明かしくらい、そのために全力を尽くしてきたんです。皆さん、なぜに住んでいる皆さんはご存じないかもしれませんが、私が島の子供たちにできたプレゼントが一つあります。離島の高校生の就学支援という新しい制度をスタートしました。それは高校を持たない島から通わなければいけない高校生、例えば奄美で言えば竹沼がそうです、宇家島、与路島がそうです。高校を持たない島から小庭高校に通う、あるいは東北大島高校に通うような時には、その船賃やバスの定期代、国が援助してあげましょうという制度です。あるいは大きな島で高校のない町や村の子どもたち、例えばこの大島で言えば大和村や宇検村や辰郷町の子どもたちが1時間かけて高校に通う時に、その通学費やあるいは下宿代も応援してあげようという制度です。離島の高校生の応援をする事業を作らせていただいて、今全国の島々の高校生たちはそれを活用しながら高校に通っています。高校生を持つ親たちの中で誰がこれをスタートしてくれたかご存じない方もおられると思います。それでもいいんです。確かに島の暮らしをしている人たちの支えをしている、そのことが離れた政治家にとっては一番大切なことであります。昨日、機械島で演説会をして、今朝、朝6時の機械から伊達に来る船に乗って奄美に帰りました。私は裏航路の船内は高すぎる、表航路は人が随分乗り降りしますから、特に奄美沖縄航路、この航路は今日本で一番乗り降りの多い船引きになっています。ところが機械を通る裏航路は乗り降りの少ない、非常に船内が長い。この機械航路の船内、全国で初めて値下げを実行いたしました。今日値下げをしているんだなと思って切符を買いましたら、私は島の住民票を持っていないので割引はできないということでした。それでも島の人たちにとっては本当に助かっている、そういう制度だと思います。この機械なぜの間の値下げを皮切りに、例えば小笠原の千島と母島の間、あるいは鹿児島の牛木野と星見島の間、そういう割合に値段が高かった船運賃が下がり始めるということになりました。これも日本で初めてこの機械航路に導入した仕事であります。平成5年、21年前に皆さん、あの鹿児島港の海底の計画ができました。そして鹿児島の本港区に奄美航路をしっかりと作るという約束をしたのは21年前の出来事であります。私は当時県会議員に当選したばっかりでした。ところが何年経っても何年経ってもいろんな理由があって奄美港の港はいつまでも手をつかない。結局私が初めて当選した時、17年目にしてようやくこの鹿児島新港という全く新港ではなく古い港の改修に踏み切ることになりました。お金を持っている方々は飛行機で行きをします。でも島の人たち、子どもたち、あるいは学生が大会出かける、みんな船を使って出かけます。この船は奄美の人たちにとって庶民の足になっています。この鹿児島新港が日本で一番古い港になってしまって、3階建て4階建てのビルを上り下りするような長いトラックをみんな重い荷物を持って上り下りをしていました。あの姿を見ながら何とか仕上げればならない。当選して
翌年に予算とされました。皆さんご案内通り、先月3月15日にこの鹿児島新港の新しいターミナルが完成したんです。もう皆さんは重い荷物を持ってあの長いタラップを上り下りすることはありません。わずか3年3ヶ月間の現役の生活でありましたけれども、本当に一つ一つ目の前にあることをしっかりやっていく、その間には助走もしないこともあるんですが、3年半前覚えていますか、あの10月の2日奄美の豪雨災害が起きました。私は国会にいましたけれども、直ちに飛行機と船を乗り継いで、ちょうどこちらに来るときには表航路が満杯で、北航路を使って一段みんなで雑魚寝するところに自衛隊の演技をする皆さんと一緒に雑魚寝をしながらこの島に帰ってきました。大和村から旧住吉村まで本当に大変な状態になって、松郷町も大変な状態になって、この災害の先頭にとって一生懸命働かせていただいた、あの年翌年は奄美沖縄のサトウキビ、本当に戦後最大の不作になりました。何度も徳之島のキビ畑、機械のキビ畑、キビ畑を歩きながらキビの農家の支援、キビの工場に支援、さまざまなものを打たせていただきました。いつどんな時やいつどんなことが起きるかわからない、政治家はいつもすぐ近くに本当にみんなの頼りになる、自宅に相談できる、そういう島の代表になりたい、そう思いながらこれまで活動を続けてまいりました。皆さん、私はよく島の人じゃないからね、そう言われます。皆さんに大事な人は島の人ではなくて島のために頑張る人です。島のために誰よりも汗を流す人、この島の将来に一番強い思いを持っている人、そういう人を選んでいただきたい。うちこし明石は十分にその資格を持っていると思っています。どうか皆さん、4月の27日今回はまことに残念なことに、現職の選挙買収事件による辞職によって始まった選挙です。出川区はお金に縁がなく、コツコツと汗を流して、まさに汗まみれになって活動してきたこの打ち越し証を、皆さんの大島の代表として奄美の代表として選んでいただき、国会に送っていただきますよう心からお願いを申し上げ、打ち越し証と代表から